今日は朝から疲れ切った様子じゃない？それにちょっとしかめっ面。そんなことねえよ。やっぱりあったんじゃない？もしかして黒猫さんのこと？お休みの間、黒猫さんと連絡取れなかったの？まあな、あいつ俺が一生懸命連絡を取ってるのに。そっか。こうなった時にあいつと同じ学校だっていうのは助かるわ。少なくとも校内では会うチャンスがあるんだからな。キョウちゃんはしっかりした先輩だね。しっかりしてるならこんな苦労はしてねえよ。私はキョウちゃんのことも黒猫さんのことも応援してるから。そっか、ありがとな。じゃあ行ってくるわ。うん、頑張って。いねえし。なあ、そこの、はい。あのさ、黒ね、五光ってどこ行ったか知ってる？五光さんですか？チャイムが鳴ってすぐにどこかに行っちゃいました。どこ行ったとかはわかんねえ？はい、すいません。そっか、ありがとう。でも、え、3年生の先輩が探しに来たら、もう二度と教室へは来ないでって伝えてと頼まれました。あの野郎、人をコケにするのが本当にうめえな。ほら高坂、あんまりぼーっとしてんな。ボールくんぞ。おう赤木、俺は考え事をしているんだ。だから俺に構うんじゃない。はあ？つうわけでほら、俺を無視してボールに向かうがいいぞ、元サッカー部員。何言ってんだよ、ボール取ったらお前に回してやるからな。はいはい、どうでもいいからさっさと行けよ、邪魔すんな。たくよ、俺はちゃんと言ったからな。おい高坂、ボール行ったぞ。え、ぐーがー。おい高坂、大丈夫か？あんだけ綺麗な顔面トラップ決めりゃ当然だな。お前なんか冷たくね？どっかの誰かが人の華麗なパスを台無しにしてくれたからな。ぼーっとしてるお前が悪いんだぞ。普通は避けるなりなんなりできる。ま、ちょっと休んでろ。お、おう、サンキュー。んじゃ、まあ痛みが引いたら戻ってこいよ。おう。なーに、そんなもんすぐに治るさ。あんな野郎、マジかよ。おーい、そっちにボール行くぞ。すまんすまん、今度はわざとじゃないんだ。またお前か。部室だ。
コネージ、黒猫。くそ、こうなったら。なあ、最近、五号って部活に来てる？いえ、最近は部室にも顔を出してませんが。となると。いつも放課後になると、すぐ帰っているみたいなので、今頃は昇降口にいるんで。ありがとう。よう、待ってたぜ。さよなら。おい、待てって。さて。